高チャンネルの高でございます。皆さんどうですか？なんか面白いことあります？僕はね、そろそろ面白いことがなくなってきました。ゲームとかも結構やってるんですけど、やっぱりね、こうだんだん飽きてきますよね、ゲームも。はい。なのでちょっと僕は暇になってきてる次第です。そろそろなんか新しい映画とかも見たいなって思うし、外でね、この時期だから撮影とかもしたいなっていうような、心境ではありますが、まあコロナで、ステイホームってところなので、まあ諦めて家で何かネタがないかなと探している次第です。はい。そんな中でですね、僕自身ね、これ本当にどうなのっていうところがありまして、ご紹介させていただければなって思ってるところなんですけど、題してですね、本当にお得なのか、楽天アンリミット 2.0 っていうところで、楽天アンリミット、よく最近ね、テレビとかでコマーシャル、もしくはYouTube のコマーシャルとかでもそうですね、結構聞いたことあるんじゃないかなと思います。これは楽天アンリミットってどういうサービスなのっていうところなんですけど、まあ、簡単に言うとですね、月2980円で、まあ、1年目は今のところ無料ですよっていうところで、楽天回線エリア内のデータ通信と、あと楽天が独自に開発した楽天リンクを利用した国内通話が無制限のね、携帯電話の利用プランって形なんですよね。こちら、一見ね、聞いたら、1年間無料なの？これお得じゃない？って僕、普通に一般の視聴者だったりとか、まあ、こう、テレビの前で見てる主婦とかだったら思うんですけど、本当にお得なのかなって思うところで、ちょっと分解して、僕自身の見解ですね、ちょっと皆さんにお伝えできればなと思いました。まずですね、僕、これ、Android ユーザーと iPhone ユーザー、それぞれで見たところで言うと、まあ、Android ユーザーは結構得してるよな、このサービスはっていうふうに思いました。なぜなのかっていうと、この楽天アンリミットですね、非常に使える機種がですね、狭まってまして、今まで楽天モバイルっていうところで言うと、iPhone の、876とか、まあ、いろいろ使えたと思うんですよね。そういうのが、ちょっと今難しい状況なので、Android ユーザー的に言うと、新しい機種を買わなくても、今使ってる機種で、SIM だけ買えれば、1年無料になりますよ。2年目から2980円で使い放題ですよっていうところで言うと、Android ユーザーは比較的に僕は得してるサービスかなって思います。じゃあ一方で先ほども言った Apple の iPhone ユーザーにとってはどうなのかというと、ちょっと損かなって思います。はい。なぜならば、先ほど申し上げたように iPhone678 使えないっていうのが、まあ大きく痛いかなって思っています。678ね、もう出てから結構経ってます。もちろん中古市場で行くと結構安くなってます。そういうのが使えないっていうのは僕的には結構厳しいかなってところと、実際678で楽天モバイルで使っているから安く抑えられてたんだっていう方に対して言うと、これに切り替えることによって使えなくなるので、正直使いにくいかなって思っています。ただですね、今現状 iPhone に関してはですね、どういう、対応になってるかっていうと、iOS に関しては動作保証外っていう形でもう正式にね、発表されてます。iPhone の11、あと、最近発売された SE2 に関しては、まあ動作の確認は、一部ブログ等で、報告されている次第です。つまりですね、正式に動作保証内で楽天さんに動かなくても文句言えるようになるには、まあ、Android の機械を買わないといけないんですね。いわゆるスマホですね。そう考えた時に、まあ、ちょっと実際ね、ちょっとこちらの方にシミュレーション出していきますけども、2980円 ×12ヶ月ですね、いわゆる 35,760 円引きされたとして、ここに機種代を当てたとしたら、どう考えても赤字になるんですよね。はい。で、例えば、今キャンペーン期間中で最大2万800円ポイントがもらえるようになってるんですけども、機種を買わなければ難しいっていう形なんですよね。で、一番安いのが、Galaxy A7 なんですけど、これで31,500円なんですよ。つまり、2万800ポイント引いたとして1万700円。って考えると、どんなに安くても iPhone ユーザーは1万700円払わないと、このプランには参入できないっていう点で、ちょっと楽天
アンリミット僕的にはナンセンスかなって思ったのが僕の見解です。はい。まあ、こんな感じでね、今回の動画は終了させていただきたいんですけども、皆さん、楽天アンリミット入るか入らないかはあなたが決めてください。はい。動画いいと思った方は高評価、並びにチャンネル登録よろしくね。バイバーイ。